絶対矛盾的自己同一は、日本の哲学者、西田北郎が1939年に発表した論文のタイトル。後期西田哲学の根本思想。歴史的実在の世界の自覚を表現するものとされる。西田独自の絶対弁償法において、ヘーゲル弁償法の媒介概念に対比されるような位置を占めているが、西田のこの概念は対立の解消を否定しているという点で、 ヘーゲルの媒介とは異なる。相互否定的な絶対矛盾的自己同一の世界という表現が、西田北朗全集第9巻、絶対矛盾的自己同一の P152 にあるので、それを相互否定的な絶対矛盾的自己、魔の相互同一、配慮の世界として補って、そのような世界を西田が生じずしていると見れば、明快である。客とは、いかしか、であるとか、 自己自身の中に自己同一を持つことはできないが重要なポイントである。西田は自己の弁償法を西田北郎全州大福士館に収められている論文、場所的論理と宗教的世界観の P399 で誇らしく絶対弁償法と呼びながらヘーゲルの弁償法をそれが対象論理的立場を脱していないとして批判している。対象論理は同一性や 無矛盾、排中率に基づく形式論理のことであり、ここでそれに相対しているものは西田の場所的論理、入り論理である。西田はレンマという概念を使っていないが、弟子の山内特律がそれを辞書、ロゴスとレンマで紹介している。その概念に従えば、絶対矛盾的自己同一における絶対矛盾とは4レンマ構成のうちで論理の側をなす。第一、 第2連磨ともう一方の第3、第4連磨との間の矛盾であり、その矛盾を前にしては自己同一は、それが論理の側のものであるため安定性を失うという風に形式化、感銘化できる。ありがとうございます。